文化人類学。文化人類学は人間の生活様式全体、生活や活動の具体的なあり方を研究する人類学の一分野である。人類学は一般に人類の進化や生物学的側面を研究する自然人類学と人類の社会的、文化的側面を研究する文化人類学、カルチュラルアンサラバラジーあるいは社会人類学。 ソシャランサラバラジーに大別される。文化人類学の名称はアメリカにおいて用いられ、イギリス及び多くのヨーロッパ諸国では、社会人類学の名称が用いられてきた。他のヨーロッパ諸国や日本においては、民族学、英語圏での、ドイツ語圏でのの名称も用いられている。民族学を一分野とする場合も多い。民族学も、また隣接分野として、 共通の研究テーマを共有することが多い。自然人類学は人類を進化の過程によって形作られてきた生物学的側面から捉える。それに対して文化人類学は自然の大義としての文化から人類を研究しようとする学問分野である。文化とは進化の過程を経て形成された遺伝的な形質のことではなく人類が 後典的に学習した行動パターンや言語、人工物の相対を指している。従って、文化人類学の隣接科学には、言語学と考古学があり、アメリカの学部ではこれらの学問に加えて、自然人類学を合わせて総合的に教育されている。より狭い意味で、文化人類学は、民族、社会間の文化や社会構造の比較研究としても、理解されている。 社会人類学や民族学という名称は文化人類学という用語とほぼ同義である。ブローニスワフ・マリノフスキによる1914年のパプア、調査以後、この分野では数ヶ月から数年にわたって研究対象となる社会に滞在し、その集団の構成員の一員として生活する参与観察の手法を用いことが一般的となった。一般に、 文化人類学の学説誌においては、ブロニスワフ・マリノフスキの西太平洋の沿用公開者、アルフレッド・ラドクリフイコール・ブラウンのアンダマン・トーミンの領書が出版された1922年を境にて近代的人類学が始まったとされる。なお、これ以前の人類学者としては、歴史主義、すべての社会は未開状態から段階を経て進歩していくとする考えで、 西欧近代をその頂点としたや、電波主義、類似する社会習慣がある場合、一方から他方に、それが伝播したとする考えを特徴とする、ルイス・ヘンリー・モーガンや、ジェームズ・フレーザー、ロバート・ローウィラが挙げられる。この時期、マリノフスキが確立したフィールドワークの手法によって、データの体系的収集が可能になり、さらに、ラドクリフ・イコール・ブラウンによって、フランスの社会学者、 デュルケームの社会理論に基づいた構造機能主義理論が確立され、社会科学としてのその基礎が築かれた。マリノフスキとラドクリフイコールブラウンは共にイギリスを中心に活動したため、最も両者は共にアメリカで教弁をとっている。第二次世界大戦後は彼らの後を受けたイギリス社会人類学の党が人類学の本流として認識されるようになった。しかし、 各国の人類学には、これとは異なる伝統が存在しており、その中でも、アメリカとフランスの伝統はしばしば強い影響力を持った。特に、アメリカにおいては、フランツ・ボワーズを中心とした独特の学派が受け継がれてきた。この学派では、社会関係と社会構造に注目する、社会人類学よりもより方眼的なアプローチをとり、人間の慣習や社会制度、 心理的傾向性、言語、物質文化といった多様な要素からなる講義の文化に焦点を当てた。この学派は、この幅広い文化の概念を用いて、各民族、具体的には、北米原住民の固有文化を記述することに専念し、社会人類学のような理論化に対しては、批判的であった。この学派の姿勢は、乏しい資料をもとに、 自民族中心主義的な理論化を行った進化主義への反発から来ていると言われ、ボアズラはこのような進化主義的立場に移行して、それぞれの文化はそれぞれの価値を置いて、記述、評価されるべしであるという文化相対主義を主張した。このように理論を排除する立場を取ったため、アメリカ文化人類学派はイギリス社会人類学に対して理論的な発展では遅れをとりたが、現在では 文化相対主義の立場は世界の文化人類学者にとって広く自明のものとして認知されている。また、一方で社会関係にこだわらない包括的な立場をとり、言語や心理過程、地理的範疇や生態系にも焦点を当てたために、後に心理人類学、文化とパーソナリティ論、生態人類学、新進化主義といった数多くの解分野を生み出すことになった。 日本においては、岡重雄が戦前に、民族学、民族学及び考古学専門の書店、岡書院を開き、多くのを出版した。また、歴史学者、考古学者の西村松木が1938年に、早稲田大学文学部内に、文化人類会を設置して、初代会長に就任、人類学の教科書を3冊上司するなど、文化人類学の認知に貢献した。 戦後は、イギリスに留学して、社会人類学を収めた、中根知恵を招いた東京大学や東京都立大学、現、首都大学東京において、イギリス流の社会人類学が授業された。一方、関西では、生態学者、今西金次の弟子である、梅沢忠夫を中心とした京都大学人文化学、研究所が、アジアアフリカ各地に探検隊を派遣して、 多くの研究を行った。その成果は、日本万国博覧会、大阪万博におけるメイン館の展示となり、その後同跡地には、国立民族学博物館が設立されて、日本における文化人類学の研究拠点となった。生態学者、今西近次の影響下に発展した、京都の人類学は、霊長類学との協力が盛んで自然科学出身の人材も多く、 環境利用や制御、技術、進化など人類社会の生態学的側面に焦点を当てた研究も進めれた。また、梅沢忠夫が1950年代に表した文明の生態史観は、当時の日本の論壇特に遺物史観が支配的だった、当時の社会科学全般に衝撃を与えた。文化人類学は、 様々な国でその国独自の事情を反映して、多様に発展してきたが、近年は交流の活発化に伴って、かつてのような国ごとの個性は、それぞれのフィールドごとに再編されつつあり、国による違いは徐々になくなりつつある。また1970年代以降、文化人類学が主な対象としてきた、発展途上国社会で急激に開発が進み、 ポストコロニアル新たな社会問題が発生するようになるに伴って、学問の性格も徐々に変化してき。特に1980年代以降は、開発、医療、エイズ、環境問題、教育、観光などの社会問題を扱う応用人類学の分野が急成長し、急激に多様化が進みつつある。さらに、ポストモダンの相対主義的潮流の中で、 ポストコロニアル理論を打ち立てたエドワード・サイードのオリエンタリズムや人類学者、ジェームズ・クリフォードの文化を書くなどの日に関連して文化人類学者が異文化を書くとはどういうことなのかという学問の根幹に関わる問題も提起された。同様に人類学的行為の政治性や方法論、理念、文化相対主義、社会構築主義などについての議論も盛んに行われている。 さらに構造主義を普及させたクロードレビーコールストロースは従来の欧米の人文科学における人間の文化、生活に対する捉え方に疑を投げかけ、哲学部門を中心とした人文科学全体の学問のあり方に関する議論が活発になっている。文化人類学は米国ではフランツ・ボアーズ以来人類学、人間の性質を 総合的に調査の四つの分野の一つとして成長したものである。それは科学的な人類学の一分野として発展、展開してきた文化の概念を扱うものであり、また、それは人間相互の文化的変化を調査する人類学の一分野である。文化の人類学的概念はある。種の人間は自然のままで生活しているように初期の西部の言葉が 文化と自然の中間的状態に基づいていることに対するものが発端としてある。アメリカの文化人類学者の議論は、文化とは人間の性質であり、すべての人は経験を格付けする能力があり、象徴的に格付けたものを読み取り、その抽象概念を他人に教える能力があると、異物である。文化人類学の学問対象及び資料は、以下の通りである。 とされる。が、西欧的思考による猿の文化を否定するための定義と言えなくもない。数ヶ月から数年にわたって研究対象となる社会に滞在し、その集団の構成員の一員として生活する参与観察は実地調査の一手法である。フィールドワークには観察、参与観察、面接、インタビュー、心理テストなどの手法がある。 フィールドワークにおいてどんな調査結果が得られるかについて、調査する者の,の価値観、調査対象を好きか嫌いか、調査者と調査対象の間に生まれた関係、ラポール、ラポールなどが関係するところが文化人類学が持つ課題である。日本において複数の地をフィールドワークすることが学問的に好ましいが、多くの人類学者は大学院政治に行った。 フィールワークの対象社会を生涯にわたって研究することが多く、それは社会的な制約、大学の講義等により、複数の社会を対象とすることが困難であるからで、あることが言える。さらに1970年代頃から、調査される側の迷惑、調査する側の倫理が課題として取り上げられているモラール。アメリカ人類学会には、倫理委員会、 コミッティーオンエシックスが設けられ、1975年に、公表、職業的責任の原理が、1984年に、倫理コードが作成された。日本では1988年の第25回日本民族、学会研究大会にて、シンポジウム、民族学と少数民族調査する側調査される、側が催され、これをきっかけに研究倫理委員会が設置された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。